3つの足が。ミータさん、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン。多分ね、2日目のライブハウスの楽屋に置いてきました。タンタンさん、ありがとう。こんもり三脚の部分、そう。 PP みちあちゃさんもありがとうございます。ひろにゃんさん、こぶちゃんありがとう。今日はハロウィンです。ゆうりんさん、おもりありがとう。ちょっとこうするね腰が。豊かさん、ハートありがとうございます。ハロウィンだね。さっきまでファンクラブイベント、違う、ファンクラブ配信をしてたんですけれども、やっぱ映り方違うね。縦なのか横なのかで。その入ってます。フォグさん、ありがとう、ありがとう。この前のハロウィンイベント楽しかったです。お、嬉しい。そうなんです、22日はひじりんとイベントをしてきまして、ハロウィンイベント楽しんでもらえてよかったです。髪の毛もさ、ちょっとずつさ伸びてきてるの気づきました？もかえさん、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン。みたかさん、ハートありがとう。髪の毛も一回染めてさ、黒っぽくしたんですよね。ちょっとずつ茶色っぽくなってきちゃうから黒にしてます。最近は髪の毛で遊ばなくなりました。アイドル時代思い出します？こんばんは。大人っぽくなるのかな。そんなことない。18、幼くなっちゃう。はくん、こばん、ありがとう。悲しい。エビ様さん、こもり、ありがとう。今日はハロウィンから仮装しただけだよ。大人っぽくなりたいんですよね。でも多分それにはこのパッツン前髪をやめないといけないんですよね。はい、自分でも気づいてるんですけど、切っちゃうんですよね。ボングさん、何この可愛いスタンプ、ありがとうございます。かぼちゃ、お化け、かぼちゃ、猫ちゃん、かぼちゃじゃなかった。ピザの動画まだ見ておりません。見てください、ぜひ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 。これがなくなったら大人っぽいんじゃん。どう？これが見えとる。ちょっと大人っぽい？ほら、どう？どうよ。ほら、髪の毛長くなったら大人っぽくなりそうじゃない？ほら、こういうの髪の毛長くも想像できるっしょ。前髪はめくりません。和志さん、結婚してのありがとう。CM のキツネ、あれやん、あのどん兵衛、これ鬼なんですけどね、実は。と角なんですけどね。
出だして寒くない？うん、なんかこれさ、丈がさ太ももまでなんですよ。足見えるやつで足出してるんけどさ、寒くない？でも足冷たい。あれ、和志さん結婚してね、ありがとうね。立ちません。いや、髪の毛長くなりたいな、こうなりたい。そしたら大人っぽくなりそう。ナミさん、こもりありがとう。タカさん、ハートたくさんありがとうね。ナミさん、かぼちゃありがとう。結婚しないのって、あのさ、質問のやつにもさ答えたけどさ、自分の中では若い頃は、はやちゃん、こもりありがとう。はなさんもハートありがとう。あの20歳とかさ、21とかさ、それぐらいで結婚して若いお母さんになると思ってたんやけどさ、気づいたらもう22やんって。でも多分そろそろ気づいたらもう23になってるで、いつになるやろなって思いながら。よもやよもやださん、こもりありがとう。そうなんですよね、時の流れは早いですね。はやちゃん、ハッピーハロウィン。トリックアトリー。もういつかは結婚したいと思いますよ。だってなんだろう、子供好きやから。お姉ちゃん早く結婚しないかなと思いながら。そう、いつも言ってる。かっちゃん、ぐるぐるありがとう。ありがとうございます。子供とディズニー行くの夢。いいよね、いいよね。みんなでさ、TikTok とかでよく流れてくるんやけどさ、なんかちっちゃい子も、あの仮装じゃない、仮装はハロウィンや、あのディズニーのキャラクターの洋服着て、こういうのも着たい、一緒に着たい。てかさん、ハートたくさんありがとう。頑張ってください。ありがとうございます。そう、こんばんは。のんべんの CM 出れる？なんだっけ、一回 TikTok でさ、あくびれちゃったんだけど、やったことあって、もうそれこそキツネのやつ。夢がかのんが40歳だったら、その後、いや、自分の中では30までにはと思ってます。今の現時点ではね。でも前回もそのね、20前半にはって思ってたけど、ですね。なんでハロウィンなの、結婚の話になってるの。面白い。めちゃめちゃ仮装もしてさ、お兄ちゃんのやつをやってさ、結婚の話をするって面白いね。マンガさん、DJありがとう。上に上がっちゃった、ちょうど。これな、料理できますよ、料理できますよ。意外と意外と意外と、角見えない。そう、もう22歳はまだなんかね、とりあえず夢ですね。
意な料理は、得意な料理はいっぱいある。でも何でも作れるよ、言ってくれれば。その自信はある。ただなんかちょっと一回失敗するけど味は美味しいってやつになる。オムライスはもう定番、月に一回はオムライスです。お母さんからさ受け継いだって言ってあれやけどさ、お母さんの料理でさ好きなものたちはとりあえず全部作った気がする。オムレツやったりとか、酢豚やったりとか、あとアスパラつくねとか。ケチャップで文字書く派、一人でも絶対書く派。あの文字っていうかニコちゃんマーク、パンダやったりとかね、書くな。お母さんも元気かな。さっき電話しました、配信する前。ハンバーグと唐揚げ作って、唐揚げめちゃめちゃ作るんですよね。こういうのこう見えて、あの油物が出るからみたいな感じが全くないもんで、あの唐揚げ結構作るタイプです。はい。で、あのハンバーグはそうだね、あの煮込みハンバーグが多いけど作ります。なんか中と火通ってるかがさ怖くてさ、焼きハンバーガーも作らない。こんばんは、ぶっちゃん。あの唐揚げなんてさ油をさなんか大変だって言うけど、あのスーパーとかで売ってる固めるやつ買ったらさ、粉入れてさ混ぜてさちょっと放置したらもうゼリー状になってポイだから。そうなんです。なんかね、ニトリやったっけな、イケアか忘れたけどさ、なんかインスタで流れてきたなんかこれぐらいの揚げ物用のもうあのフライパンみたいな鍋みたいなのが売ってるらしくって、それを欲しい。なんか普通に火の上に乗せて、油もねちっちゃいからそんな使わなくて済むみたいな。だからユーリッチは作ったことない。ただあのチキン南蛮じゃないし、あのタルタルが乗ったやつ、あれは作った。そう読めたって読めるわ、読みます。それは僕のプレゼントどうなりました。あの洗面所に置いていつもあミッキーだって思って使ってますそう、あれ中身だけ変えたらさまた使えるのかな、まだなくなってはないけど。いつもこうやって やらせていただいてます。そうね、ミッキーになるあの手洗い石鹸をねもらったの。やった。え、皆さんからプレゼントちゃんと取っといてあるからね、言っとくけども。最近なんかあの食べ物率お菓子率がさ多くてさ、あの太っちゃいそうで怖いけど、でもなんかさお土産ってやっぱ嬉しいじゃん。なんか自分行ってないのにさ行った気分になれるというか。そう、ありがとうございますありがとうございます。いつもそれで生きてますプレゼントした記憶がない。いやいやいや
もう来てくれるだけで本当に嬉しいんで、なんもなんも。ありがたいですね。こんばんは。こんばんは、こんばんは。確かにこういうの出かけないから泡の減り遅いけど、手汚すこと多いし、それで手を洗うときとかよく使いますよ。そうなんですよ。なんか料理の話してたらさ、料理したくなってきた。ひるにゃんさん、バレありがとう。外出ましょう、間違いない。ほこりたまりやすいから気をつけて。気をつける。そうなの、書かないとね。センスないのでいつも指示されたものを買ってきます。買ってます。いやいやいや、全然大丈夫。何着てんの。これ鬼浴衣です。鬼浴衣、鬼浴衣、鬼かける浴衣です。多分これだけやったらなんか私服みたいになるよな。これハロウィンなんで一応あのイベントのさ、それだけで終わるのもったいないなと思って、はい、いつもどんな食材を常備してるの。ヤクルト、あ、飲み物じゃないか。でもアスパラはよく買う。ナオミさん、コウモリと骸骨のありがとうございます。豊さん、ケーキありがとう、ありがとう。サイダーさん、ハートありがとうございます。ヒロニョズさん、かっこいいよ。ありがとうございます。ヤクルト1000くれな、この前飲めたの、飲めたの、飲んでみたいと思って。朝飲んでんから、あれ夜飲まなあかんのやろ。飲まなあかんっていうか、よく寝れるみたいな。いや、ひらにゃんさん、リンボスターありがとう。はやちゃん、ヤグちゃんのありがとう。そう、なんかそう見たけど、実は朝ぐらいになった。自販機に売ってた、グレーナマ。駅の、やっぱ駅に売ってるんだ。最近新宿駅でよく買う。だってこれの新宿じゃないけど駅で買った。飲まなくても寝てるやん、間違いない。ヤクルト戦すごい、最寄りが2列が、最寄り2列があってすごくない。なんか甘味も変わらんかった気するけど、入れ物がでかい。お疲れ様です。クーには湧きません。ハッピーハロウィン、ハロウィーン。その皆さんは許してください。あのスタンド買うね、新しく。それが早い、ちょっと低すぎてさ。カヌレ好きだよ、カリッとしてジュワッとして。カヌレってさ、あんま売ってないよね。こんばんは、ともちゃん、ともさん、ありがとうございます。配信頑張ってくださいね。ありがとうございます、ありがとうございます。
これは鬼かける浴衣です。耳が見たいです。嘘、これで配信するな。ちょっとこうやってやったらもうやばいやつなめとんかってなるやつやん。あ、なんかなめずできた。待って、なめずできた、びっくりした。なめさこもりありがとう。モングさんかわいいな、ありがとう。え、なんかなめだ、うるっとしてない？最近泣いてないからかな。ぶっちゃんこもりありがとう、ありがとうございます。アイライン引いてます。最近黒にしてます。ですです。なんか目赤い？あれ？なんか充血してる気がする。どう思う？みんな審査して。なんかこっちの目、あ、より目なっちゃった口は赤い、うん、あ、してない？なんかここ点ってあると思った。結果、中井さんお化けありがとう。逆のがなってる？こっちなんかこっち？嘘。はやちゃんかわいいな、ありがとう。髪は黒い、そう黒いです。モングさんめっちゃかわいいな、ありがとうございます。ありがとう。この瞳の色茶色いよね。カラコンしてないです。22日はカラコンしました。あーにゃ、さすがに裸眼では切れないと思って。ひたかさんかぼちゃありがとう。おかいさん花束ありがとう。まるさんこばありがとう。ねえ、なんか茶色いんですよね。いや、緑のやつはしてない。でもなんかグレーっぽいのつけた。誕生日プレゼント何が欲しいですか？5月だよ、クエナ。クエナ5月なんです。まだまだなんだ。なんかさ、このカラン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 っていう BGM 焦るんだよね。なんか、あ、なんかガラス落ちるって。でもこれライトつけてるから作り物目みたいな感じになってるけど、裸眼です。まるさん、だやまさんありがとう。ハートもありがとう。今一番欲しいのは、今どこに行きたいですか？お、質問が2つも来ちゃった。欲しいのは、あ、冬来るのにさ、ダウンジャケットみたいな、ジャンパーがない。だからなんかそろそろいいもの探さないとなって思いながらのサボってます。で、今行きたいところは、どこに行きたいですか？どこだろう。星も美味しいよね。どこだろうな。でもれいちゃんに会いたいから福井。ワークマン、何それ。こんばんは、こんばんは。冬のディズニーはいかがですか？いいと思う。
行きたいです。え、こういうの言ったっけ、言ったか、一回ディズニー行ったって言ったっけ。いつだっけ、年明けてすぐぐらい。一回地元の子たちがこっちに来てて、でチケットも取ってくれて行ったんだけど、朝集合やったんやけど遅刻して昼ぐらいに着いて、で着いて昼ご飯食べて、そうすぐ帰ったやつ、そう確定申告終わってないってなって帰ったやつ。言ってるやんかーいそう、なんかディズニーちょっと自分の中で記憶の中では確定申告で止まってしまっているので、あの普通に行きたいです。はい、ですね。車の免許持ってないけど取りたいなって最近思い始めてる。なんかね、自分車乗れる気しないんだけど、車乗れたら楽やなってあの思います。行動範囲ね、これもあるし、田舎とかなんかドライブちょっと外出てないしドライブ行こうみたいななりそうやから、ちょっとね思いますけれども、撮る日は未定です。こんばんは、こんばんは、はじめまして、やっほー。なんかさ最近、違う、昨日の夢でさ、え、これね昨日の夢覚えちゃってるんやけどさ、自分がねめっちゃ髪の毛長くして、白黒白黒って髪色染めてる夢を見たの。もうほんと重めのパッツンで、白黒白黒、あ、こう白黒白黒ってやってて、わーってなって起きたの。なんかさ、で、すごいなんか TikTok とか髪染めてる人見ると、あ、あの夢見たなってめちゃめちゃ思い出して、今までも、今も覚えてます。本当にもう、なんかね、お腹下ぐらいまで髪の毛長くて白黒の、え、お亡くなり、ちょっと夢占い怖いんだけど、髪の毛染める夢とか何になるんだろうね。いや、ハロウィンだなって思って寝たんですけれども、あのでもあれ見た、ネットフリでさ、ハロウィン系、この時期ってハロウィンの映画とかよくなんかあの出てくるんですけど、それ見た。そうですね、な感じです。パッと今また再び思い出しました。夢占い結構怖いよね。でもそれを来るのはいいものやったら信じるけど、悪いものやったら信じんからさ。そうなんですよ。だからまだ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 。なんか食べた、お菓子食べました。でも昼ご飯遅かったから。みたかさん、かわちゃんありがとう。ピーさん、こもりありがとう。ボングさん、ケーキありがとう。これらのイベント行って可愛いと思った。おー、嬉しい。本当？やった。ありがとうございます。
白い目で見られたことあるって、え、クナ白い目やった、白目向いてたってこと？そういうこと？そういうわけじゃない？それは怖くね、取り憑かれたよ、いご褒美じゃないよ、それはご褒美じゃないよな。あ、精神的な意味、どういうこと？白いってどういうやつや？あやちゃん、あやちゃん、あやちゃん、あや波レイとか、なんやろ、あんや、あんやのやつか、うん、あんやのやつかな、は家にあります、一応取っといてあります。あんや好きです、私。今17話まで出てるよね、すぐ見るタイプです、ハマってて。土曜日の 何時に出るか分からんけど、土曜日の夜ぐらいに出るっていうので、出たらすぐネットフリで見ます。忍者じゃないんです、鬼なんです。鬼ちゃんかな、分かんないけど。渋谷でアニャ大量発生中、そうなの？あ、でもなんかお母さんも言ってたな、なんか渋谷にアニャいっぱいいるらしいよって言われた。お兄ち、お兄ちゃん、お兄ちゃんで、お兄ちゃん。じゃあくのは渋谷に行ってこようかな、アニャの姿をして。100いかない、 LINE の友達増やす方法教えてください。うーん、 LINE の友達増やしたいの？じゃあ QR コードどっか載せたらいいんじゃない？それが早そう。追加してくださいっつって、同じ思考、久しだよさん、かぼちゃありがとう。多分早いと思う、だってクーナが LINE QR コード間違えて載せたらさ、みんな追加するっしょするでしょ、絶対すると思う。しないとか、あのしてないとか言っときながらすると思う、保存もしそう。載せれるんじゃない、載せたことないか分からんけど、通報せんといて。グエグエさんこんばんは、こんばんは。でもクイナ LINE 返すのめっちゃ遅いから、やりません。未読する多めですね、今までやったことない髪色結構多いよ、なんかいつもは基本さ同じようなやつしてるから。そう、最短でどれくらい未読する？わかんないな。でもフィジノも今未読無視になっちゃって、でもユーの返したのにさ未読する。10月11日やっちからエクナが沖縄の写真送ったので、10月11日ぐらいに返信来て、で10月24日に送ったの。
帰ってこない。あるあるなんであれなんですけど、コスプレランキングって何？あー、え、これ何これ、コスプレランキング、え、コスプレしてますえ、何で決まるのこれって。コスプレしてます、はいはいはい、そういうわけじゃない。なんかもらえるの、え、トリックアトリート、トリックアトリート。コガさん、かわいいのありがとう。テンションの高いし、何か面白い、なんか面白い、本当？もうちょっと今日の仕事をちょっと一個ね終わらせてさ、なんかなんだろう、自分の中で一個肩の力が抜けたんですよ。イエーイっつって。ゆさり八号さん、かぼちゃありがとう、ありがとうございます。アニャのやつはね、まずカツラかぶるときに全部髪の毛上げないといけないの。本当に面白いよ。もうね、ヘジも爆笑してたもん。あの時イベントの時にさ、あの着替えてる時も見せてんやけど、終わった後の方がさ、もうちゃんと丸まって見えてさ、二人ともさ、もうイベント終わりやからさ、あの終わったっていうので、そのね笑いがさ止まらなかった。もうみんなに見せれないぐらい面白かったです。ドヤゲーさん、かぼちゃありがとう。いやー楽しかったな。ということで、ちょっと待って、もうさ30分ぐらい配信かなって思ったんだけど、あのもうこんな時間になっちゃったんで、明日はあの違います。でも言うて遅いから、お仕事は昼過ぎからちょっとしたやつたアップ言っちゃう言っちゃう。ひょじろうさん、こんばんは、ありがとうございます。明日からも皆さん頑張りましょう。ワンゴさん、ファイトありがとうございます。11月も皆さんよろしくお願いします。ということで、そろそろ終わりたいと思いますけれども、終わりたいと思いますではランキングに移りますね。13位スンデブさん、ありがとうございます。12位エレメンツさん、ありがとうございます。11位 K さん、ありがとうございます。10位マルさん、ありがとうございます。9位香港の KK さん、ありがとうございます。8位シゲキングさん、ありがとうございます。7位ヒロニャンさん、ありがとうございます。6位ミータさん、ありがとうございます。5位ノミさん、ありがとうございます。4位ユタカさん、ありがとうございます。3位若井さん、ありがとうございます。2位ハヤちゃん、ありがとうございます。1位ボングさん、ありがとうございます。ありがとうございました。明日ね、あの明日じゃないです、11月2日渋谷レックスであの対バンライブを行うんですけれども、もし来れるっていう方はツイッターの方を見てもらえたら嬉しいなと思います。
あとファンクラブで、あの配信で発表させていただいたんですけど、12月24日にあのファンクラブイベント兼とワンマンライブを行うことになりました。場所は秋葉原のところでやるんですけれども、またね時間とかもろもろ詳細でき次第上げますので、ぜひぜひ12月24日開けといてもらえたら嬉しいなと思います。特にファンクラブイベント違うファンクラブの会員の皆さんは特に開けといてもらえたら嬉しいです。クリスマスやけどな、よろしくお願いします。予定あるの？あれ？下北とか赤坂とかはしばらくないですか？あります、あるよ。10日とか11月10日とか11やったっけな。ボングさん、ハッピーハロウィンのタワーありがとうございます。ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、ありがとう。赤月マンさんの尊いのありがとう。みんなクリスマス予定あるの？嘘でしょ。24日ワンマンのやつやって25日にあのオンライントークやろうかなと思ってるんだけど。みんな予定ないこと願うわ。クルナだって予定あるし、オンライントーク。はい、では皆さんあの見てくれてありがとうございました。ではみんな明日からもお仕事ファイトだよ。またねー。バイバーイ。